ほんまあれやな、土日だけきっちり雨降って週明けはこんな天気いいという、会社勤めの自転車乗りはがっかりやろ。今週末もなんか雨マーク出てんねん。パターン入ったねこれ、週末ばっかり雨のパターンに。平日走れる俺は過保護です。ヒルアンドンです。今日もウツボ公園来たらバラが満開やよ、すごい綺麗よ。まさにバラ色の人生。バラが非常に見頃です。ビーホーシャス。ウツボ公園もこうやから中之島の方のバラ園も綺麗になってんじゃん。暑いな。あ、あちょっとこれはちょっと撮っときたい。撮っときたい。バラ。ザバラ。これザバラって感じだ。昼飯を食いに行くわけですけど、あ、ウェーパーお客さんいてる。今日はウェーパー用事なし。堺まで行ってハンバーガー食べようと思ってる。この前福島でハンバーガー焼いてなんか話聞いとったら、堺のナツメグっていう店が美味しいらしい。そこ行ってみましょうか。何遍も言うてますが、僕の感覚ではこの大和川は国境です。堺の国は大阪とは別の外国でございます。ここからはパスポートいります。堺東の駅前まで来たぞ。あれや、あ今週末あれか、ツアーオブジャパンや、あれや、国内のロードレースのやつ。ここは第一ステージやから雨やで。雨やで。大仙公園まで来たぞ。静かやね。ああ、空がもう夏や。暑いわ。ツアーオブジャパンはこの周りをくる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 回る。いや、こうじゃないよ。公園の周りをくるくる。この塔何なんだろう。記念センターみたいな。PL のパーフェクト塔みたいな。世界大平和記念塔みたいな。堺市平和塔やった。こんなんあれな。駅前から結構離れて住宅街の方にやってきたけど、こんなところにあんのかい。あ、あるこれ、松村区。ん？どこ？あそこの旗のところ。住宅街にポツンとある感じの飲食店やないかい。うまいらしいで。ハンバーガー屋さんでうまいと噂されてたのがうまいんちゃうの？松村区。ほや。オープンって書いてある。こうかしてもらって。チャンスでいい。ハンバーガーな、シンプルにハンバーガー行くか。あっつ。あっつ。来たの、うまそう。堺のハンバーガーやナツメグ、美味しかったです。あちょっと高いね。1580円でハンバーガーセット。ハンバーガーもだいぶ値上がりしとる。1000円以内では無理だね。もう本格系のハンバーガーも結構お腹いっぱいになったわ。さてどうすっか。ちょっと旧市街地の方まで行ってみますか。夏の憩いの場、アーケード付きの商店街。3時です。人少ない。なんかないの、なんかケーキ屋的なものないの。なんこの辺が多分旧市街地のあたり。あれ路面電車や。ティーンティーンティーンで走っとるの。この先になんかザビエル公園つながるから、そこ行ってみよう。ここが旧市街地の
ザビエル公園、ザビエルパーク、ザビッパーですね、ザビッパー、ザビッパー、なんかザビッパーのおじさんがいてるらしい。これあれじゃない、もしかしてポルトガル戦モチーフのそうやろうな。なんかこの公園にザビエルの等身大の人形がこっそり置いてあるというのをどっかで見たような気がするんだけど、ないやん、おらんやん。あら、え、みんなザビエル好きでしょ？ザビちゃんいないな。この時期紫外線結構きついんですよ。一回しかロケしてへんのに、ここ真っ黒真っ黒なったな。あれ、ほら、トリコローレよ、フランスや、フランス。あとちょっと完全に油断してたんで、 GoPro のバッテリー切れるでしょ、モバイルバッテリー切れるでしょ、スマホの電池も切れて行く前に確認しとけよ。膝も結構回復してきたんで、次回はマウンテンバイクだね。ほなまた。